川さんからなんとね撮影 OK をいただきまして、まあレジェンド店ですよ本当。この店内で言葉を発したこと自体が僕初めてです。すする TV ずるずるどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、日本一の煮干しラーメン店についに訪問してまいりましたということで、こちらです。ドン。車の方が行くのは楽です。つくばエクスプレス、つくば駅から徒歩30分、車で6分くらいのところにあります煮干し中華そば市川さんにお邪魔してます。こちら市川さん、過去に私すするも動画外で何度も訪問しておりまして、誇張なしでね、ほんと名実ともに日本一の煮干しラーメンを提供するお店だと思います。市川さんはね、取材とかは基本受けてないんですが、今回なんと宅麺 .com さんのお力添えによりなんと撮影させていただけることになりました。宅麺さんと市川さんに本当に感謝です。ありがとうございます。僕市川さん何度か言ってるんですけど、市川さんの声も聞いたことがないし、話したことはもちろんないんで、ちょっと緊張するんですけど、純粋にね、市川さんのラーメン久しぶりにすすれるの非常に楽しみということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。ということで、茨城県のつくば市の方に向かってます。念願の訪問、市川さん、めちゃくちゃ楽しみです。オープニングでもね、いろいろちょっと市川さんに触れたんですけど、まあレジェンド店ですよ本当。まあ私すするも何度か訪問したことがありまして、動画撮れるお店じゃないと思ってたんでずっと、まあ、それで普通にあのお店行ってたんですけど、先日宅麺さんからね送っていただいたあの市川さんの、ラーメンをすすった動画アップした際に、市川さんからなんとね撮影 OK をいただきまして、めちゃくちゃ嬉しいですよ本当。てか普通に市川さんをすすりに行けること自体がもうめっちゃ楽しみです。はい、そんなわけで皆さんからのコメント読みます。ずする頑張っとるね、若いうちは苦労を変え、嫌だなを変え、そのうち見えてくるぞということで、いや先人からのありがたいお言葉ですね。でもこれは間違いないですね本当。まあ今30歳になりましたけど、やっぱ20歳の時にもう本当なんか休みなしでいろいろうわーって動いてたことが、まあ、今になって生きてきてるなっていう気はします。苦労は勝手でもしろみたいな言葉があるぐらい、やっぱなんかね、きつい体験をしとかないとメンタルが折れる時が来ちゃうんですよ。どうしても僕の苦労なんて普通の人から大したことないかもしれないですけど、大変だったけどどうにか達成できたみたいなことが、そういう体験を若い時にしとくっていうのはすごいいいことだと思いますね。はい、そして気まぐれクックさんと仲直りしたんですかこれなんかさ、なんもないんですよこれ。だから正金さんみたいな、俺が正金さんとずっと喧嘩してみたいなのをコメント欄で誰かが言い始めたでしょ。気まぐれクックさんと別に何のないけどね、しがらみ、会ったことすらない、話したこともないよ別に。俺も気になる、何かあったのか。逆になんか気まぐれクックさん俺のこと言ってた、言ってたなら誰か教えてください。お箸はきちんと持てるようにならないとね。いや、お箸の持ち方変かな俺。子供の頃はね、なんかあの僕裏側からこう掴んでるんですよ箸を。めちゃくちゃ変な取り方してたんですけど、まあそれを中学生ぐらいの時もう完全に矯正して、そっからは俺普通だと思うんですけどね。なんか変だったら教えてほしいです逆に。なんかね、でも言ってることは分からなくもなくて、あの動画を通してみるとね、他人の箸の使い方ってなんか変に見えるんですよね。あのちゃんと使えてても変に見えるっていうの結構あるんで、あのちゃんと見てから言ってくださいね。この前亀戸の二郎で夏限定のつけ麺を食べた時に、先に麺だけを食べるのやってみたら鼻の中いっぱいに小麦の香りがして、これは面白いなと思い、新しいつけ麺の楽しみ方を知れてよかったわと。特にねこの二郎系のつけ麺、あのオーションっていうその小麦があるんですけど、この二郎系の麺を水で締めた時ってね、めちゃくちゃ風味強くなるんですよね。なんか普通にもちろんラーメンで食べても結構小麦の風味ガッとくるんですけど、もうそれどころじゃない風味がねガツンとくるんで、二郎系のつけ麺とかでやるなら、ね、結構おすすめかもしれないです。特に今までその麺だけで食べて何がいいのって思ってた人も、二郎系とかだったら結構ね分かりやすく風味伝わってくると思うんで、まあ、これも別に強要はしないですよ本当。おのおのの好きなように食べてくださいねっていうだけの話で、まあ、麺だけで食べたらちょっとまた楽しみ方が増えるよねっていう話なんで、これを言っただけなんかすぐ押し付けみたいな感じで捉えられることあるんで、まあ、疲れるわ、疲れた。というわけでこちらが市川さんです。看板とかが出てるわけでもないんで、外観だとパッと見何の店かもわからない。本当ここが市川さんだって知ってる人しかもう入れないような感じの店なんですよね。まあ、普段ここに行列がずらっと並んでるわけなんですけど、今回市川さんのご厚意で、ね、営業終了後に撮影させていただけるということで、いや非常にありがたい限りです。なんか食べるの緊張するわ。なんか早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、煮干し中華そば市川さん、注文です。今回は醤油そばとだし打ち込み式味玉、さらに生卵と和え玉という市川フルセットでお願いしました。本来市川さんでは店内ラーメンのみ撮影 OK ということですが、宅麺 .com さんのお力添えで特別に営業終了後に撮影させていただきます。以前はタイマーを鳴らしたまま湯切りするのが印象的でしたが、今回訪問した際には麺が茹で上がったら即タイマーを切って湯切りされていました。この店内で言葉を発したこと自体が僕初めてです。いつも本当ピンと張り詰めた空気の中で食べるのが最高なんで、でも市川さんのラーメンはもういつでも超楽しみです。後ろに見えてるのは製麺機です。自家製麺、この自家製麺がまたうまい。いただきます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。こちらが煮干し中華そば市川さんの醤油そばとだし打ち込み式味玉です。うわー、由緒正しき日本一の煮干しラーメンがここに降臨。
寒冷系の煮干しスープながらスープの色は旨味が出ていそうなグレー色してます。麺は釜を崩さずに茹でられそのままの形で丼に投入し美しさを保つのが市川流だぞってことで早速いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。うおーちゃめー、何度飲んでもハッとさせられる脳天直撃な純煮干し味で醤油だれの塩分と旨味がガツンと突き抜け、そこに煮干しスープが合わさった無限大な美味しさ。ついついぐいぐい飲んでしまううまい、いやうますぎる日本一の煮干しスープがここにあり、うまさとしょっぱさのギリギリのバランスをいとも簡単にとってみせる市川さんの手腕に驚かされます。さあお次は後ろにある製麺機で作られた自家製麺を持ち上げ、よっしゃそうするうめい、ポキポキとした独特な硬さの力強い食感で煮干しスープをまとって中毒性抜群。麺とスープのバランスがとにかく良く、強いスープと強い麺、しかししつこさはなく、とにかく次が欲しくなるもの。とにかく強烈な煮干しの旨味、そして突き抜ける醤油感、刻み玉ねぎやチャーシューに海苔と至ってシンプルなトッピングもスープと麺を最大限に活かせるもの。数字が全てではありませんが食べログラーメンデータベースともに超高得点で、特にラーメンデータベースは99ポイント超えというから名実ともに日本一といってもやはり間違いはないでしょう。海苔の磯感も煮干しスープとこの上ないジャストフィットを成し遂げ、とてつもない安定感をももたらしてくれるでしょう。さてここでチャーシューを食らってみると、スッと歯が入るしっとりとした食感で肉感とジューシーさを兼ね備えた、こいつも侮れないもの。どこにも好きなど一切なく、しかし好きは溢れるとはこれいかに。玉ねぎの尺感も良きアクセントとなり、無我夢中になっていればもう終盤、早いよ早すぎるよ市川さん。そしてラストは出汁打ち込み式あさま、本当に出汁が打ち込まれてるんです。割ってしまうと出汁が中から溢れてしまうので、そのままかぶりつくとこれぞ味玉界の小籠包。味玉の中から出汁の旨味がバッスンと溢れ出してきてめちゃめい、煮干しスープと玉ねぎのランデブーを味わっていると、お次は味玉の到着です。いただきます。はい、ありがとうございます。え、マジですか、背脂、あ、ありがとうございます。背脂無料なんですか。え、市川さん背脂 あるんですか。背脂まかないよ。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。というわけでこちらが市川さんのあえ玉、刻みチャーシューと刻み玉ねぎ、そして魚粉といったシンプルなもので、生卵になんと背脂がサービスで入っています。ありがとうございます。それではそこの方に返しが溜まっているので、しっかりと全体を混ぜていきましょう。市川さんの麺を味わうのならマストで注文したいもので、生卵と合わせて注文するのが定番となってます。さあいよいよ準備は完了、魚粉も合わせてさっそする。くぼー、さらにポキポキ食感で小麦の風味をダイレクトに感じられ、やっぱり自家製麺がしっかりうめえと再確認もできる。さらに今度は背脂入りの生卵に絡めてすすれば、卵黄が返しの塩分をまろやかに、そしてすすり心地を滑らかにしてくれて、さらにうめえ。今回特別にまかないようとしていただいた背脂のジャンク感も足りません。取ったスープにつけてすごいめっちゃ好きなんですよ。残ったスープに絡めてつけ麺風にしてすするのもまたよしで、返しと煮干しスープが開口すればもう何度言ったかわかりませんが、これまたうますぎる。スープにつけてから背脂入り生卵に絡ませるという二段ジャンプ、通称ダブルジャンプも華麗に披露して、刻みチャーシューや玉ねぎなどのナイストッピングを余すことなく書き込んだら、いよいよクライマックス。生卵からの煮干しスープというマウス割りを幾度となく繰り返したら大満足で完飲。本日も完食です。大変美味しくすれました。やはり日本一の煮干しラーメンは伊達じゃない、煮干し好きの煮干し好きによる煮干し好きのためのラーメンがここにあります。それではごそろい、ありがとうございます。ごちそうさまです。これちょっとこの風天と店はどこなんですか。14年前にやってた入荷先でやってたんです。あ、その時のなんですかこれ。あ、全然今と違かったですね。俺市川さん喋ってるの初めて見ました。ずっと一回見たことなかったんで。諸説あるんですけど、じゃなくて藍玉の元祖。あ、そう、ちゃんと藍玉の元祖はやっぱり市川さん。純煮干し。あ、そうなんですね。
そうなんですね。へえ。最初にほら青森に行って、はい、食べ歩きされて、うん、青森の煮干しの新探偵ってほとんど煮干ししか使ってないなっていう、あ、そうですね、イメージで来たんで、はいはい、そして民営化するときに、うん、名前なんてつけようと思って、うん、煮干しって名前つけて最初に。あ、そうなんですね。この時一緒にも間も提供してたんですか。そう、2011年ぐらいから間も。あ、やっぱそうなんですね。僕青森出身なんですよ。でもそっからの流れだったんですね、うん、市川さんのラーメンって。え、それは結構びっくりだな。いや、そんなマジっすか。めっちゃ嬉しい、それは見てくださってんのは。はい、ごちそうさまでした。いや、煮干し中華そば市川さん行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったですね。市川さんは過去にも何度か訪問してるんですけど、やっぱりね、毎回感動しますね。本当にめちゃくちゃ美味しいです。本当、まあ、忖度とか抜きで本当日本一の煮干しラーメンと言っていいんじゃないかっていうぐらい、今回ね、何より感動したのが、僕市川さんの声を聞いたのが初めてだったんですよね。なんかめっちゃミーハーっぽくて申し訳ないんですけど、まあ、今まで何とかお店にも行ってますけど、もうずっといつもこうお店の雰囲気がピーンと張り詰めてる雰囲気で、今回初めてで市川さんと話して、それだけでも今回本当撮影させてもらってよかったなっていう気はあるんですけど、まあ、それでもやっぱあの煮干しラーメンのね、もう他には代え難いうまさ、煮干しラーメンが好きっていう方はね、ぜひぜひすすっていただきたい一杯です。で、いろいろこう市川さんと話してたんですけど、まあ、今の市川さんの煮干しラーメンって原点は青森の煮干しラーメンにあるらしいですよね。そのことも全然知らなくて、まあ、今でこそ純煮干しって、まあ、煮干しオンリーで作る煮干しラーメン、まあ、純煮干しって言葉は割と一般的ではあるんですけど、純煮干しっていう言葉とか、あとは和え玉ですよね。もうこの2つはもう間違いなくもう市川さんが考えたと。どこどこのお店が最初ですよとかいろいろ諸説あるんですけど、もうやっぱ市川さんが考えたものとのことでした。ポキッとした食感のね、自家製の中細麺、やっぱりあの麺が何よりも美味しいですし、もちろんあの純煮干しの煮干しがガツンと効いたスープ、こうしょっぱさとかもね、結構ギリギリを攻めてくるぐらい、かなりこう一口目飲んだ時ねパンチがあるんですけど、もう気づけばこうハマってしまって、もう最後はスープまで完飲。あえ玉もね、もちろんスープにつけてすすったり、生卵につけてすすったり、しかも今回生卵になんと背脂が入ってるっていう、もうあれも初めての体験でした。あの背脂はもうまかない用なんで普段出してないとのことだったんですけど、背脂入りの生卵につけてすする麺もめちゃくちゃ美味しかったです。まあ、本当今回市川さんで撮影させていただいたのは、もうきっかけくれたのはもう本当たくめんさんなんで、先日すすらせてもらいました。もうたくめんさんと市川さんに本当感謝しかないですね。改めてね、今回市川さんのその美味しさ、そしてなんか初めて話したことによって、なんか市川さんのこう人柄も知れたような気がして、最近結構煮干しの原価とかもねすごく上がってる中、もう本当試行錯誤しつつ日々こう研究を繰り返して作っているとのことで、まあ、その時その時に合わせてこう入荷した煮干しに合わせていろいろ味も変えてるっていうことだったんで、全く同じ味の煮干しラーメンはうちは提供してないけど、でもうまいもんは食わせるから任せてくれと、非常に頼もしいことも聞けて、やっぱ改めてね、日本一の煮干しラーメンのお店だなと。もちろん味覚もそうですけど、なんか肌でね、今日はそれを感じることができました。まあ、また改めてね、こう普段のこう凛としたあの雰囲気の市川さんでもちょっとまた煮干しラーメンすすりたいと、いや強く思いましたね。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、煮干し中華そば市川さん、トップオブザ煮干しワールドや。煮干しラーメン界ではナンバーワンですね。